ケケラケラさんこれは投稿者さんの知り合いの話彼女をここでは A さんと呼びます A さんが小学生の頃河川敷で子犬を拾ったそうです残念ながら家で飼えないので橋の下に毛布を入れた段ボール箱を置きそこでこっそり面倒を見ることにしたそうです放課後になると 給食の残り等を持参して世話をしていました子犬の方も彼女にとても懐いたそうですそんなある日いつものように河原で犬と遊んでいると声をかけられましたまあ本当にかわいいワンちゃんだわびっくりして顔を上げると知らないおばさんが ニコニコとしながらこちらを見ていたんですねえこの子ってあなたの犬なのそう話を続けながらそばまで寄ってきますそうしたいけどそうじゃないんです飼っちゃいけないってお母さんに言われたからそう返答するとおばさんはおかしなことを言い出しました そっか見てない間ワンちゃんのこと心配だもんねよしおばちゃんがその心配をなくしてあげるわ何を言っているんだろうと首をかしげているとおばさんは子犬を指さして甲高い声で頭を前後に振りながら笑い始めた。 キラ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 と、楽しくて仕方がないという表情なのにその目だけが全然笑っていないおばさんはそんな怖い顔をしながら少しも途切れず笑い続ける薄気味悪くなって逃げ出そうかと A さんが考えた矢先。突然足元の子犬が倒れたんです。 ひどく痙攣をしたかと思うとそのまま泡を吹いて動かなくなります慌てて手を伸ばしたが子犬はすでに死んでいましたよかったねこれで心配することなんかなくなっちゃったよおばさんはそう言うと鼻歌を歌いながらどこかへ去っていきました 彼女はしばらくの間そこで立ちすくんでいたようです後で友達に聞いた話では普段のおばさんはその地域ではかなりの有名人で死神バ,バアとかケラケラさんなどと呼ばれて恐れられていたそうです指をさしてケラケラと笑うことで小さな動物をよく 死なせていたとのことですおばさんはその後大きなペットショップの中でとある騒ぎを起こしそれきり姿が見えなくなったそうで遠方の神殿に引き取られたとも病院へ入れられたとも忘されましたが真相はわかりません A さんはその時の光景がトラウマになったそうで 犬を飼うということができなくなりましたああ飼いたいんだけどねでもどんないでもその死んだ姿が頭に浮かんじゃってそういう彼女は本当に寂しそうだったといいます